ガキどもには見えなかったようだが、俺には見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな？今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。少しだけ強くなりようかな。はっ、悪魔しやがれ。ちょっと本気を出してあげようかな。どうしたのかな？バカだ。ヤリック砲。これで俺の限界だと？バカだ。そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれ、フリーザそんな俺にはこれが限界だというのか。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれえだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。よし、すぐ近くだ。
かいやがんな。さっさと片付けちまうか。みんな、なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お、ん？遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん、悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロット、そうか。お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の壁を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザー、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。ザマーミア。知ってたはずだろ。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろ。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃ なかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっとなれたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃ なかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天帝。やっとくたばったか、ベジータ。おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことは、でっきれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。Ha ha!
ってたよりずっと強いようだね。かもな。でも分かんねえぞ。ジャンプ。ウォーミングアップはこれぐらいにしようかね。オラもだ。全然固定てねえ。この戦いにも飽きてきたよ。そろそろ決着をつけようと思うんだけど。どうかな。そう簡単にはいかねえぞ。ジャンプ。よっ。君がまだかなりのパワーを残しているとしても、僕の計算では 50%。 つまりマックスパワーの半分も出せば君を宇宙の塵にすることができるんだ。何？楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうんなら、このまま10米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。